皆さんこんにちは、プロゴルファーの江戸忠史です。宮古島です。僕がホームコースとしている宮古島オーシャンリンクスゴルフコース、まあリンクスというだけあって、まあオーシャンでリンクスなんで海があります。リンクスコース、まあリンクスコースというと、まあイギリスを思うと思うんですけど、まあ、下が硬いとかフェアウェイアンジュレーションあるグリーンが硬い風が強いいうイメージですけど、そのままその通りです。宮古島あったかい、オーシャン海がある、ビーチがある。だからゴルフが終わるとすぐ海に行って体をリラックスする、まあ、こういうところで今撮影させていただいているわけですけれども、まあ、ここにいてもですね、毎日のようにゴルフの試合は家帰ればテレビで見ま、家帰ればゴルフをテレビで見て、ゴルフネットワーク見たり、YouTube で見たり、まあ、いろんなところで、日々勉強しているわけですけれども、なんかやっぱこっちに来てすごく自然なゴルフ場というか、やっぱ風がある、日々風の強さが変わる、風の方向変わる、本当にゴルフ場ってこんなに毎日変わるんだなと、距離って毎日こんなに変わるんだなということを体感できてて、今非常に幸せな日々を送っております。ただ2020年も男子シーズン始まりました。非常に今年松山君いい滑り出しで、メジャーに、まあ、優勝できるというか期待を持てるスタート準備ができていると思います。なんでやっぱりどんだけ彼がこう普段ゴルフから試合に出てない時にどんだけ練習してるかっていうことが伝わるようなコメントであったりパフォーマンスであったりするので、本当にこう何かを目指している時の、それに向かっている時の人のエネルギーっていうのはすごいもんだなと、まあ、26歳7歳で、まだまだ活躍できる、まだまだ期待できる、まあ、そんな松山君の活躍を今年今は期待しております。女子ももうすぐ開幕ですし、もうあっという間でしたね。もうスーパースター渋野日向子ちゃんが出て、鈴木愛ちゃんが賞金王、2度目の賞金王を取って、うわすごかったね女子やっぱりすごかったねっていう、2019年からもうすぐ開幕なので、そちらの方が、今年、どんな女子のゴルフがこうまた羽ばたいていくのか、歴史が作られていくのかっていうのも楽しみですけど、僕個人の楽しみとしてはやっぱり皆さんが宮古島に来て、この環境をですね、目いっぱい楽しんでいただけるところにいるので、そこに僕もいますから、ぜひ本当は会いに来てほしいなと思うところでありますが、待ちきれないのはやっぱり4月のマスターズです。さあこの1ヶ月、これから約1ヶ月半ですね、約1ヶ月半の期間で、タイガーなりマキロイなりダスティン・ジョンソンなりブルックス・ケプカなりミケルソンなりが、まだまだたくさん有名なプロいますけれども、仕上げてくるのが本当に楽しみで、なりません。皆さんのゴルフについてはですね、いろいろお悩みあると思いますが、風が吹いた風のゴルフを覚えてください。そしたら一番先にはちょっと短く持つ、ちょっとスイングをコントロールする、そんな感じなだけで、ボールコントロールできるので、ただ今年はもう目いっぱいだけ強く遠くへ飛ばそうっていうんではなくて、ちょっとスマートな、ゴルフを目指してほしいなと。でそれをできるのがこの宮古島オーシャンリンクスなので、この宮古島の海と風と緑をですね、楽しんでほしいなと思うので、もし本当に余裕がある時間がある人はぜひ遊びに来てください。待ってます。